言うてもね、うんうん、そうだと思うんだけどね。まあね、そうですよね。でも寒いからな。でもまあ暑さも大事やったりするけどね。あーそうなんかな。肝は何なんやろな、そこのな。確かに。その暑さと寒さの肝の部分。肝の部分。難しいもんね、そこら辺のラインってさ。まあでも寒いより暑い方がいいかなって思うけどな。いや、それは同意。まあでもぬるいのも大切やったりするけどね。あ、ぬるいのが一番いいね。程よくな。うん、春がいい。どうした？カメラ回ってるやん。あ、ほんまに言ってる？カメラ回ってるやんな。回ってますか？これ。そう。あ。ポピバンですか、もしかして？あ、新番組。ポピバン、ポテパの番組もう始まってる。あ、始まってる。やばいよ。あら、一回目ですよ。1回目でしょ。始まっちゃった。始まっちゃった。こんな感じで始まっちゃった。いいんですかね、こんな。でもとりあえずさ、スタート言っといたらなんかいい感じに始まるんちゃう。始まる。そうですね、そっかそっか。いくよ。はい、番組スタート。さあ、ということで始まりました、新番組ポピバン、ポピパの番組第1回。この番組は私たちポッピンパーティーのメンバーがお届けしていく番組です。ポピパのメンバーがお届けするだけの、特に中身は決まっていない番組でございます。まだ決まってないんですね。未定。未定でございます。確かにね、とりあえず、はい、あの何も決まってなくて、うん、で、まあ、初回やねんけど、はい、この3人っていう5人で始めるのか、全員乗るわけじゃないっていうところもあれなんですけど、はい、それぐらいね、うん、こうゆるゆるとやりたいことをなんか程よくやっていこうみたいな。いいですね。インテンション感のやつらしいです。いや、いいですね。いや、逆に言ったら、うん、そのやりたいこと言ったら何でもできるかもしれんみたいな。お、そう、すごい。そういう希望に満ち溢れた番組となっております。あら、言いたいこと言いましょう。はい。そうなんですね。なんで今日は3人で会議します。お、何をやるかっていう、はい、すごい。この番組で何やりたいか会議。もうじゃあ第0回みたいな感じですね、今日は。そうですね、うん、第0回の感じで。そっか、会議をゆるく、はい、していただけるということで。スケッチブックもあるんで、はい、ホワイトボードもあるんで。お、じゃあ初期をリミリンに、はい、お願いします。お願いします。じゃあ企画案をね、木かける？大丈夫？え、合ってます？リミリン漢字関係やるっていうの。え、なんかさ、それさ、ポピラジでやってへんかった。めちゃめちゃ昔にやってた。受からへんまま企画が倒れた。2回落ちて。2回落ちて。関係3級2回落ちました。やば。2回はそれじゃ向けに行ったんですよ。絶対やろうじゃん。関係企画やりたいな。関係。関係。関係リターンズ。関係かける？関。ちょっと待って。そこをかけてほしいけど。関係大丈夫。関係関係何県じゃな。どっちかな。関係どっちかな。ああ。当てるで。当てる。関係リターンズ。うん、でもやりたいことって言えば、やっぱもういっぱいいろんなとこで最近は言ってるけど、やっぱ即興ソングライブ。絶対や。それは絶対。もう絶対にしたい。絶対にしたい。それをやろう。うん、やろう。即興ソング。即興ソング。いいな、チャレンジって感じ。即興。かける？即興。大丈夫か。ちょっと難しいな。即興。今日かけるか。即興。即興。今日は。今日はね、これリミリン初期大丈夫か。チェンジか。あ、リミリン初期引き返す。初期引き返す。初期引き返す。奏でますよね。奏でない。違う違う、ソッポンポンです。ソッポンポン。違う、ちょっと待って、初期チェンジ。チェンジでリミン進まん進まん。それで30分これクリアしてから初期になってもらったけど、番組終わる。え、即興の今日って何？起こすですね。興味の今日やな。え、見たことある？この感じ。ああ、見たら読める。いつも台本に一応書いてんねんけどな。ポピラジの台本にな。あ、そういえばそうでしたね。そう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 。
あと私絶対やりたいのあります。お、何でしょうか。商店街ロケ。あ、やりたい。町ブラってことですか。町ブラしたい。町ブラしたい。町ブラ店内でその町の皆さんと触れ合いたいです。確かにね、ポピーパンもやっぱ商店街はな、うん、なんていうかおなじみと言いますか、うん、ホームストリートとかもあるもんな。いい。そう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 、いいですね。商店街って書いてください。あ、商店街あ、ね、商店街にこだわる。商店街、いろんな商店街を制覇したい。あれ、ホピパーの中で免許持ってんの誰々今結局。結構いるんじゃない。リミリン、あやか、あいみ、お、3人も。5分の3免許持ってるんだったらすごい偉い。交換で運転しながらドライブとかできる ね、 ね、できるやん。したい。あやかでももう最近あんま運転してないかな。いや2人もいたらもう十分じゃない、ね、どこへだって行けるの、ね、どこへだって、ドライブいいよ。うん、ポッピンパーティーやから、うん、P のつくスポットに行く。なるほど、ね、うん、ポーランド。ポー P のつく場所ってパーキングエリアみたいな。そこにあるけど。パーキングエリア行ってどうした。パーキングエリアライブ。パーキングエリアロケ。パーキングエリアライブ。なるほどね。ポパパパピパポポパ。P にまつわる何か。P にまつわる何か。うん。ポップコーン作り。うわ、あ、いいね。いいや、いいですね。ポップコーンパーティーいいね。おー、いいね。一応室内でできることとかもな。あ、そうね。そうやな。うん、うん、いいね。それ何か、うーん、室内でできること室内ね。なんだろう。ねみりん、あれじゃない、あのお化け屋敷克服したいって言ってた。あ、そう、なんか私の今年の目標にちょっとずつ怖がりをも、脱出しようっていう目標があって。行くね、挑戦するね。富士急行きたくない？富士急行きたい。富士急行きたいな。やっぱこのライブやったりイベントで行かせてもらうこと多いけど、こう自由時間っていうのをね、確かにまだしてないから。確かに、うんうんうん、富士急行きたい。いいな。でもお化け屋敷はですね、ちょっとずつにしてほしいな。いきなり三つ駅はないでしょうかな。もういきなり行かないと思います。まずはこの、バンドリのスタッフさんが作った手作りお化け屋敷から始まって。そうですね。あ、ちょうどいいお化け屋敷あったんですよ。この間のバンドリ TV、 この間バンドリ TV でなんかいろいろあったお化け屋敷みたいなのやあってん。まあまあ やってん、そういうコーナー。あれ結構いい具合に怖かった。ほんま、うん、じゃちょっとずつ難易度。ゲストに多分倉知レオちゃんがお化け役めちゃくちゃ上手くて、へー、あ、うまそう。ゲストで来てもらおう。来てもらおう。そうね、そうやな。ゲスト呼ぼう。ゲスト。ゲスト呼ぼう。ゲストね、いろいろありますけど、バンドリーファミリーでもええし、呼びたいゲストさんとかおったら、うん、催眠術やってみたい。催眠術。なんかわさび食べれるようになりますみたいな。あ、辛く感じませんみたいな。うまかなって。いや、かからん自信あるわ。え、かからん自信ある。やんな、私も思うね。いや、あやつ絶対かかると思う。あやちゃんは絶対かかる。あやちゃん、さやちゃんはかかりそう。かっこるかな。催眠術やりたい、うん。ゲスト呼びたい人いますか？ゲスト呼びたい人。あれ、催眠術ってこんなんやったっけ。おっと、ゲスト枠なんそれ。催眠術の先生ってこと。マジックとかしたい。そしたら手品。あ、いいよ、マジック。いい。なんか披露するのもいいよな。確かに。ねえねえ、卓球やりたい。あ、やりたい。卓球ね。卓球。温泉ロケやろ、卓球やったら。あ、いいね。温泉行って卓球やって。あとは、え、私バスケしたい。催眠術師。え、催眠術師ちょっとチェンジか、これ。あいちゃん、あいちゃん、あいちゃん、催眠ちょっと。初期3人目にちょっとミスやわこれ、はい、じゃあありがとう。1個詰め剥奪です、うん、あ、合ってる、うん、正解、うん、ミンちょっと怪しい。ミン一本足らんちゃう。目変かどっちや。目やと思う。それ目が寝るから。はい、やりたい。視覚系は結構やりたい、うん、おーおー、メンサもやりたいし頑張ってほしい。皆さん頑張ってください。アイミが今までポピラジで言ってきた、これ始めるって言ってたやつ全部やってほしいから。あ、確かに。バーベキュー検定。バーベキュー、なんだっけ、バーベキューマイスターみたいな。バーベキューマスターみたいなやつやんな、何それバーベキューマスターなりたい、うん、あとは、取りたい資格とかないの。
見たい資格か、うん、あ、パーソナルカラーとか覚えたり。パーソナルカラーでもなんかそうやんな。私パーソナルカラー持ってんで。え、3級やけど。色彩検定とパーソナルカラー持ってる。おる身近に大学の時に。でもなんかそうやな、もっとそういうのでも確かになんかやりたいな。船舶免許をサイチに取ってもらうっていうのと。あー確かにな、うん、何それ船舶免許って。船運転できるっていう。あーいいね、取ってもらおう、うん、服欲しない。服欲しい。ズボン欲しい。やっぱこういうさ、今出た中でも結構動き回ったりする感じのものが多いからさ、やっぱこのエレガントな姿やったらちょっとな、うん、確かに動き回りやすいやつ、うん、ジャージ作りましょう。ジャージ欲しいな。ジャージスウェットジャージ。そしたら運動もできる、うんうん、運動会したい。運動会しよう。なんかでかい、めっちゃでかい、もうめっちゃやりたいんやないみたいな。伝わってくる。うん、いやでもみんなでやっぱそういうさ、なんか新体操を披露するみたいな、なんか、あ、やばい、ちょっと基準どこかします。いや、やりましょう。やりたいな。いい。うん、いいね。いいわ。楽しそう。うん。みんなでダンスやりたい。やりたい。おお。楽しそう。ダンス習おう。うん。あ、習いたい。うん、ダンス嬉しいよ。あと陶芸もな、あの陶芸ポピラジで言ってた。そう、ラジオで出てきた内容。昔陶芸ちょっとやってた。お、経験者おる。ちょっとやってたって。やってたっていうか、お母さんが陶芸習ってたから、それについていって遊んでた。いいや、楽しい陶芸結構。めっちゃ癖になる、うん、待って、まだまだやりたいことあるな。歌か、うん、歌オープニング曲。オープニング主題歌作りましょう。主題歌、これはなんかやってほしいらしい。やりましょう。主題歌は必要、うん、めっちゃ出ましたね、うん、出たな。まだまだ出そう。全然出てくるで、うん、衣装を考えるとか。うわ、あー、いい。やりたくない。衣装会議したい。次のライブの衣装、ライブ衣装考えるとか。やろう。そういうでかい。いいな、いいな。だって考えてたもんな、あのアニメのみんなも。そうね、うん、アニメのポピパたちと同じこともしていきたいよな、うん、めっちゃ出たよ。素晴らしい、まあ、出ましたけども、まあこっからねアレンジしたりなんやかんやで、うん、割と叶えられるらしい。おー、この番組は。おー、うん、だから楽しみに しとこ。はい、イエスイエス。さあ、うん、お次は、お、この間ね10月8日9日にやったライブあるやん。うん、マンドリエスライブブレイクスルーをみんなで振り返っていこう。わーい。ちょっとやっと番組らしいな。確かに、ね、うん、振り返っていきますよ。こういうこともやるよと、ね、はい、まあブレイクスルーでしたけれども、はい、修行明けということで、ね、みんな心境的にはどうやった？いや、久しぶりでしたね。緊張したわ。緊張した。あとやっぱワンマンってこうなんていうか、思いが違うというか、うん、そう、思いと重みも違う。重みが違う、うん、緊張した。緊張した。な、最初から最後までさ、私たちのこの、うん、私たちで作り上げなきゃいけないっていうプレッシャーやったりとかはあったけど、うん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 、あったけども、やってみれば楽しいライブでした。そうね。ね、なんかアーカイブ配信とかもあったけどさ、はい、あんなすぐ自分のライブ見ることないからさ、うん、客観的に。確かに。新鮮やったけど、なんかみんな成長してるなって感じた。うん。ね。うん、ね、うん、昔やったらもう絶対見れへんかったっていうか。いや、見れへんかった。自分でもこう恥ずかしくて見れへんかったけど。うん、そうやね。うん、けどなんかこう一生懸命演奏してる自分たちを見て、自分たちに感動してた。あ、飛び場ってこういう感じにみんなには見えてるんやと思って。今回結構さ、個人的にはこう歌をね集中的にねやったんですよ、うんうん、練習をね。で結果その歌はすごい前回よりは成長できたかなと思ってるけど、その分ちょっと笑顔がね、うん、そう、余裕が、うん、その逆にこう泣く、顔に余裕がなくなってて、だから次のライブはちょっと笑顔もっと多めでいこうかな。細かいところそういう発声もありました。わかるぜ。
ですよね。ねえ、楽屋ではどんな感じやったかな今回。どんなやったっけ今回。今回楽屋、うん、特にライブやからといってライブらしい楽屋というわけでもなく、うん、なんかなるイベントとかラジオの楽屋と一緒みたいな、ね、テンション感的には。なんか8月の富士急ぐらいから急になんかあの縄跳びするようになってどうしたんね。なんか彩香とか愛ちゃんがすごい縄跳び飛んでるの気になってねんけど。そうやねんな。どういうことあれは。そう最近アップでちょっと鼓動を高めて、うん、っていうちょっと体を起こそうと思って、はいはいはい、それで縄跳びをねやり始めたんですけどうん、うん、私より彩香の方がハマってハマってたな。めちゃくちゃ私が持ってきた縄跳びで彩香が飛ぶっていう謎の現象が起きてます。二重飛びしてたな。二重飛びしてた、うん、そうでよかった今日調子悪いわって言ってた。そう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 ちょっと長いのかなって言ってましたね。そう確かに富士急より飛べてへんかったあ、ね、なんかさ1日目終わった後さめっちゃしんどかってんけどさ、うん、2日目終わった後めっちゃ元気やってんけど、うん、なんだよなこの差は、うん、終わったやりきったみたいな気持ちかな、うん、やっぱそうなんかな、うん、明日もやらなきゃって緊張感が1日目あるけど、うん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 、2日目はもう、うんうん、そういう派がそのポピパー的には初めての体験やろし、そのバンドでさ 2days やるってどんな感じなんやろと思う、うん、分からんかったけど。ノーガルのくらいの時は 2days とはいえ2マンやったから、うん、そうそうそう、まだ体力的にも楽やったけど、うんうんうん、なんかでもお母さんがアーカイブ配信見てて、うんうん、1日目より2日目の方が痩せてたって言ってて、あやさんは、うん、本当にね皆さんが楽しそうでよかった。そうなんだ、うん、それはそう。会えて嬉しかったよな、ねえ、うん、やっと会えましたから、うん、というわけでライブを見てくれた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。さてね、エイスライブといえばエイスライブを見た方は覚えてますでしょうか、うん、お2日間通してですね VTR でいろんなゲストの皆さんが出演してくれてクイズをね出してくれたんですけれども、はい、そちらのクイズ企画で優勝者にはご褒美、うん、そして敗者最下位のみんなには罰ゲームというのが決定しましてですね、しましたね、うん、ご褒美と罰ゲームをポピ版でやるということになっております。はい、はい、どうでございます。やっとやります。やっとやりますよ。なので、うん、1日目の優勝者は私、2日目はリミリン、はい、で1日目の最下位がハッシー、あやさ、リミリン、はい、うん、2日目がハッシーハッシーハッシー2日連続バランスどういうこと。だってリミリン優勝も罰ゲームもどっちもするってどっちも経験してるちゃんと1日ずつどっちもあるんや、ね、そうそうそうスタイルで、はい、なんでそれをやるべくですね、うん、今日この場で優勝者のご褒美と最下位の罰ゲームを決めようと思います。その会議もここで。え自分らで決めてええの。いやー見て放題やん。めちゃくちゃご褒美やん。ご褒美見て放題やん。何したいの。まずご褒美から優勝者お二人ともいますけど、いっぱいある。あ普通に体のケア的なマッサージ受けたいなっていう、うん、ライブ頑張ったご褒美にいいんじゃないですか。とあとはスカイダイビングがしたい。私もやりたい。スカイダイビングやりたいよな。私もやりたい。あれちゃんもやりたい。みんなでやります。ついていこうかな。あ、うん、いい、いい。じゃ後ろにおる人を役後ろに好き人スカイダイビングのね。スカイダイビングの、やりたいわ。スカイダイビングとかバンジーもやりたいし。あやりたい。ご褒美でやりたいんや。そうやりたい、うんうんうん、やりたいわね。あとはまあ室内系だと、うん、爬虫類と触れ合いたい。たくさんの爬虫類と。うん、うん、でも愛ちゃん好みに似てるかも。私もスカイダイビングとかバンジーとかやりたい。絶叫系も OK。そう私絶叫乗りたい。いいですね。どんな怖いのももうカモンカモンベイビーだから。カモンカモンベイビー見たいですよ。そういや飛んでる様子いやいいね。結構二人ともハードなご褒美、うんうんうん、ハードなご褒美なんやろな。こうでもね実際やっていただけるということなんでね、うん、おめっちゃ高い、うん、普段できひんような、うん、高級スペシャルマッサージをやらせてもらう。スーパートリートメントできたら骨格とか変わって別人になる。めっちゃ人リフォアめっちゃリフトみたいな。ゴールデンの番組みたいな面白い。見たい。めっちゃいいよ。嬉しい、ね、超極上小顔矯正
いいんじゃないですか。そうしようかな。いいや、めちゃめちゃ高いマッサージにパックしてもらえるんだ。すごい高級なパワフルなんで。じゃあそれにします。おお、はい、いいわね。ということで、じゃあ、はい、エリミリンのご褒美は絶叫系に乗る、はい、あゆみのご褒美はいいマッサージを受けるね、決定です。はい、決定しました。はい、では次は最下位の罰ゲームを決めていきましょう。実はですね、罰ゲームに関してはですね、まあ、番組さんの方でですね、ちょっとこんなのがいいんじゃないかっていうのを決めさせていただきました。まあ、そうですよね、それ罰ゲームが選べるわけないですよ、はい、なんか網じゃくじありますよ。何ですかこの汚染。はい、ラインナップ、激痛マッサージ、パイ投げ、激辛料理、お化け屋敷に行く1日 AD 体験です。なるほどね、罰ゲームらしい罰ゲームだ。取り揃えてますね。本当ですね、取り揃われてますね。これだけは嫌やみたいな、あこれだけは嫌やか、うん、そうだな、いやでもお化け屋敷に行くとかもう一人やったら泣いちゃうやな。やだやだやだ、リミリンこれだけは嫌やみたいなの。お化け屋敷、お化け屋敷、みんなお化け屋敷やっぱ怖いもん。じゃあこれちょっと網だくじ作成しまして、うん、しましょう。ハッシーの分も、お私たちが勝手に決めたいと思います。勝手に決めましょう。いいですか、じゃあドキドキ。はい、おお、いくよ、リミリンから。はい、あんみだくじ、あみだくじ、あみだくじ、なんだ、じゃん、激痛マッサージ。はい、そしてあやか、はい、あみだくじ、あみだくじ、あみだくじ、はい、はい、お、じゃん、激辛料理。おお、あやかちゃん激辛いけるかな。激系が続く。あやさん、あみだくじ、あみだくじ、はい、あみ、一日 AD 体験。おお、あやさ AD 決まりました。面白い。はい、というわけでこのようになりましたけれども、うん、皆さん頑張ってくださいね。あ、いいですね、マッサージ受けてきます。もちろんこの番組でお届けしますのでお楽しみに。さあ、早いものでもうエンディングです。あっという間ですね。あっという間。スケッチブック使ったの。使った。え、これ、あ、これ劇のな。今日のじゃあさ、はい、ハイライトイラストに残そう。あ、いいですね、ハイライト。お、はい、はい、せーの、バン。やば、わ、え、わかるけどわかる。どういうこと？どういうこと？みんなどういうこと？私は催眠術受けたあせちゃんが、あ、自分のことあゆみやと思ってるって。あ、面白い。それやりたい。面白い。面白い。そのあやさん、未来、未来予想図、いやいや、そうなるでしょう。そう、これはポッピーみんなでスカイダイビングをお見せしてるところ。どうする、パジケのポップコーンになっちゃったかと思うんですけど、スカイダイビングで。私はこれはミンという感じ。これ今日一つ賢くなったな。賢くなった。はい、こんなわけで、はい、やりたいことまだまだ出てくると思うので、はい、まあ、ちょっと続いていきたいと思います。皆さんも何かあれば教えてください。はい、というわけでお別れです。またねー。